はい皆さん毎度毎度切りっぱなしのボブね一発でね水平切りに切れるっていう方がいたらねちょっと見せてって言いたいよね意外と斜めになったりするもんだよねだから真剣にねもうちょろちょろま、ね、っすぐになるようにね水平に切るんだったら軽く斜め切りしておいてあとで水平に直せば早いんじゃねえかなと思うんだけどまあいろんな美容師さんいるからねまあカットのね初心者に あの切りっぱなしボブでも水平ボブの切り方を教える時に一発で水平に切るってのは無理だから人間工学的に絶対切れないってことだよねまあでき,できる人はいるかもしれないけどまあほとんどいねえんじゃないかな切れるって豪語してる方はだいたい斜め切りに気づいてない人だよねまあ斜め切りしておいてねそれあとで直すとで濡れてる状態ドライカットで全然違うしね乾くとね何がどうなってんだかさっぱらサプラがなくなっちゃうかんね。 ウエット状態で、まあ、切るじゃないまっすぐで乾くと毛流とか癖とか出てきて本当に切りっぱなしになるよねそれで良ければいいんだけどねやっぱり自分はなやっぱりドライカットで切りたくなっちゃうねドライカットだとどうしてもチョップカットになっちゃうからねやっぱドライのねチョップカットねハサミ最近研いでるじゃないやっぱり先端がね ドライカットだとねやっぱ重いよねだから6インチの研ぎすぎて短くなったやつ使おうかなと思ってねちょっと最近使ってんでいいねあのハンドル曲げたやつをねまあ7インチでもウエット状態だったらねまあチョップカット毛先の方入れるのは全然いいんだけどね特に毛染めした人の毛って硬いねなんかねすごい切り味が悪いっつうの なんか乾いたさあの毛染めした人の白髪染めでもそうなんだけどね毛先ドライで切るとねなんかね数年前沖縄の美容師さんかなワンレンのボブをねバリカン一発で切ってんだよねあれウエット状態だったけど確かね コームで押さえた状態で切ってたから襟足の方までは切れないと思うよねバリカンは結局2ミリの高さがあるからねあ大根切るみたいにもう上から押すように切ってたんだけどねあれはよっぽどハサミが切れなかったんかねでイラついたイラついて結局バリカンの方が綺麗に切れるってなってああ、うん、だけどそうやってバリカン本当の電気バリカンだが大型のバリカンだよね男性用の あれはさすがにね女性に使っていいもんか悪いもんかねまあ借り上げの人は別だけどね若い人はまあわかんないと思うけどおばあさんなんか絶対嫌うよね中途半端な40代とか、うん、20代の方だったら受け入れてくれるのかもしんないね新しいカットじゃんみたいにねハサミ使わないんだってんでね <laughs> これちょっといろいろ話聞いてみないとわかんないね。 日オセニングはねまあ簡単にみんな自分が思ってる以上にお客さんは喜んで受け入れてくれたけどバリカンで切りっぱなしボブ一発ってのはこれどこまでどう受け入れてもらえるかねちょっとわかんないねあだけどバリカンで切りっぱなしボブ切れたら楽だよねシザーなんかあー切れなくたって一発で切っちゃうんだわけだから。<laughs> はいお疲れ様でした